なので ID コアを換装できるようにベルトを改造していきます。なぜ改造が必要かと申しますと、単純にバックルの個数が足りないんです。1個のマスクで全て網羅できるように乾燥型にするしかないじゃない。1、レオジウム磁石にシールを貼って ID コアにする。2、レオジウム磁石がはまるようにデザイアドライバーの中心部をくり抜く。まずはドリルで中心に小さく穴を開けます。穴を開けていきます。はい、ということで真ん中をくり抜きました。磁石を当てて平らなところで押し込む。この通りいい感じにはまってますね。あとは他のパーツと同じように塗装していきます。磁石にシールを貼ります。1、頭部の乾燥化、副眼中身の作成、再塗装、副眼外の作成、前ピンのあったところを切り落として整えます。目に当たる部分をくり抜いていきます。余計な部分を切り落としてヤスリをかけて綺麗に整えますが、強力磁石でしっかりと頭頂部がつながっているのがわかります。次は副眼の中身を作成していきます。だったらお湯丸で型を作ってレジンで複製します。いい感じかな。ポリエチレン手袋、これを使って副眼模様を作成します。デコボコの面を上にしてその上にレジンを垂らします。もうここまで来たらゴールは目前です。頑張りましょう。はめ込んだ副眼の上からさらにもう一回レジンを盛ります。このレジン加工化したら頭部の加工は完了です。はい、どうも、ソードおじさんホッパーです。前回作成しましたソード仮面ライダーギーズエントリーレイズフォーム、今回はこれの改造を行っていこうと思います。なぜ改造が必要かと申しますと、単純にバックルの個数が足りないんです。この通り ID コアがデザイアドライバーに固定されているんで、マグナムとかブーストリボルブとかギーツ以外も使うものじゃないですか。なので ID コアにシールが貼れないんですね。また銀ペンやメリーなどのモブライダーは ID コアのシールが1枚しか付いていないので、バックルもシールも固定で貼れないわけです。なので ID コアを換装できるようにベルトを改造していきます。面も似たような感じです。アームドごとに顎は固定なので分解差し替えができるのはとてもいいんですが、本作品はアームドごとに副眼の色も変わるんですよ。で、これはさすがに公式では対応しきれないってことで各種シールが付いているわけです。ただこれもモブライダーズは頭部パーツが1個しか付属しないので、結局シールがたくさんあっても根本的な解決はしないんですね。じゃあどうするか。1個のマスクで全て網羅できるように乾燥型にするしかないじゃないってことで、ベルトと面を乾燥型に改造していきます。うまくできればテレビ本編により近い設定で遊べるようになりますので、気合い入れていきましょう。こちらのチャンネルホッパー食画ログでは、食画の塗装動画を基本にたまにコマ撮りとこんな感じのプラクティス動画を投稿しております。最新情報が見れるツイッターと合わせてご登録フォローよろしくお願いいたします。じゃあやっていきましょう。作業パートです。ではベルトの方からやっていきましょう。何もつけていないデザイアドライバー、どっちが上だか非常に分かりづらいんですが、上側に出っ張りがある方が上になります。正面から見るとこんな感じで左側にありますね。さて、このベルトの ID コア乾燥ですが、ツイッターで先駆者がいらっしゃいます。ライドアールさんという方がネオジウム磁石を使って見事に ID コアを乾燥型に改造されています。詳しくは概要欄をご覧ください。連絡を取りご本人に許可をいただき、今回のツイートと手法を紹介させていただいてます。というわけで ID コアはこのネオジウム磁石 3mm×3mm を使っていきます。ネオジウム磁石はネットで購入しました。単価が安くてサイズが合ってれば特にこだわる必要はないです。今回は磁石としてではなく、硬くて歪まないパーツとして使用しているためですね。力加減が上手な方ならランナーの切れっ端でも作成は可能です。ホッパーさんはちょっとバカ力で歪ませそうと思ったので、お手本通りに磁石を選びました。では具体的な方法に入っていきましょう。ベルトの改造方法自体は単純です。1、ネオジウム磁石にシールを貼って ID コアにする。2、ネオジウム磁石がはまるようにデザイアドライバーの中心部をくり抜く。要約するとこの2点に絞られます。実際にやっていきましょう。
磁石の幅と ID コアの幅がほぼ同じなので、コアの台を丸々削り落とすような感じで切除します。まずはドリルで中心に小さく穴を開けます。以前レジンの複製方法でもお話ししましたが、穴加工の基本は小さく開けてちょっとずつ広げる。広げすぎた穴を何かで埋めるより、ちょっとずつ広げて余計なものをつけない方が強度的にも見た目的にも望ましいです。穴を開けていきます。深く掘りすぎないように注意です。焦らずちょっとずついきます。動画をご覧になって気づかれた方も多いかと思いますが、今回穴開けや削りなど切削作業が多いので、リューターがないと結構しんどいと思います。最初の穴開けは手動ドリルで全然こと足りると思いますが、穴の拡張と調整と研磨は範囲の狭さ的に棒やすりを手動でかけるのはかなり骨が折れる気がします。今回の動画を撮る直前にホッパーさんはタイミングよくアルゴファイルのアルティワ AT を購入したので使用しています。追加で買ったアタッチメントのおかげで、ドリルから研磨までこれ1本で作業してます。今回はくり抜き作業が多いので、アルティマでなくていいので、リューターのご用意をおすすめします。はい、ということで真ん中をくり抜きました。ネオジム磁石をはめてみましょう。磁石を当てて平らなところで押し込む。この通りいい感じにはまってますね。外すときは本体接続用の支柱の中心が貫通してつながっているので、後ろから細い棒で押してやると外せます。ベルトのギミックはこれで OK。 あとは他のパーツと同じように塗装していきます。まずはクロスタフから。デザインやドライバーはスーツやアーマーと違いを出したいので、ミスターカラー2番のブラックで塗装していきます。細かいコアの周りのライト部分は筆で、ガイアさんのステンレスシルバーを使っていきます。磁石にシールを貼ります。最後にトップコートを拭いて完成です。では続いて面の改造をやっていきましょう。面の改造でやることは、1、頭部の乾燥化、2、複眼中身の作成、3、再塗装、4、複眼外の作成と。正直こっちの方が確実に手順が多いので、心が折れないよう気合を入れていきましょう。まずは頭部と顎を分解します。顎パーツは前のピンで頭部を固定、後ろの穴でボディとの接続をしています。頭部は複眼を入れたりするので空洞になるよう、前ピンのあったところを切り落として整えます。ニッパーだけだとうまく空洞にできないので、ある程度切り落としたらリュータで中身を削ります。次に頭部の分厚すぎる耳をちょっと薄くしていきます。ちょっと安全に走りすぎましたね。もうちょいせめて薄くしてもよかったかもしれないです。中身をくり抜いた頭部がこんな感じ。では複眼を作るため、目に当たる部分をくり抜いていきます。ドリルアーム。こうやって目をくり抜いていくのがね、昔はミニ四駆やってた頃みたいに手動でやってたんですけども、電動ドリルがあるとこんなに楽できるんですね。目をくり抜いて端を整えました。この通り顎の前ピンを切っちゃってますが、顎はそのまま使えるので切らない方がいいです。ちゃんと収まるか試してみます。固定されてないからズリズリずれますが、ちゃんと収まってますね。空洞になっているので、ちゃんと中に複眼の元も仕込めます。前述した通り、顎の後ろの穴はボディとの接続用です。なのでこのボディとのつなぎは活かしたまま、顎と面のつなぎとして改造していきます。こちらはエントリーレースのベルトについてたランナーです。このランナーのタグみたいな部分を使用します。このタグを切り落として、顎の後ろのジョイントの上に乗せて接着します。
接着剤はアロンアルファ対衝撃プロ用を使ってください。詳しくはこちらの動画で説明していますが、素材が ABS なので接着剤も選ばないとパーツが割れます。穴の上に乗っけても首の可動域には干渉しないので問題ないです。接着したのがこちら。余計な部分を切り落としてヤスリをかけて綺麗に整えます。これで顎の後ろのピンができました。頭部をかぶせてみましょう。頭部と今作った顎のピンの間にいい感じの隙間が空くはずです。ここで頭部のくぼみと作成した顎ピンにネオジウム磁石 3.0×1.5 を接着します。先ほどベルトで使った磁石の薄い版ですね。磁石なんてピンセットにくっつくため結構接着が難しいですが頑張りましょう。ホッパーさんは爪楊枝2本で頑張りました。また頭頂部の埋めた穴の内側に磁石をはめようとしたところギリギリ径が足りないので内側からちょっとだけ削って径を広げると頭部側の磁石も綺麗に収まります。これを仕込むことでボディのつなぎの上に作った後ろピンで頭部をある程度固定することができます。副眼部が空洞なのでこの通り横にはずれちゃいますが強力磁石でしっかりと頭頂部がつながっているのがわかります。乾燥銀育ができたので次は副眼の中身を作成していきます。まず顎と副眼に収まる小さいパテを作って当て込みます。この時顎側にグリスとかを塗っておくと固まっちゃって取れないとかっていうアクシデントを防げます。副眼の中身ができたら実際に当てて確認します。確認多いなって思うでしょうが足りない部分を自分で作る場合は面倒でもちゃんと確認しながらやらないと完成直前とかで泣きを見るのでちゃんとやります。ちゃんといけることが分かったらお湯丸で型を作ってレジンで複製します。複製されたレジンでもちゃんと収まるか確認します。ちゃんと収まることが分かったので表面を整えてからまた確認します。いい感じかな。形が整ったら塗装のために砂布を拭いて塗装します。この時に他の部分も塗装は全部済ませちゃいます。できました。これで顎、副眼、中身、頭部ができました。副眼はこの後顎パーツに接着します。ここまでできたらあとは頭部につける副眼外ですね。こちらを用意します。ポリエチレン手袋、これを使って副眼模様を作成します。この手法は同じくソードの改造でおなじみレジンの魔術師と称していいくらいレジン加工でいろいろやってらっしゃるコリショーチャンネルさんの手法を真似してます。概要欄にリンク貼っときますんでぜひ本物の技を見てください。ということでやっていきましょう。ポリ手袋を切っていきます。デコボコの面を上にしてその上にレジンを垂らします。 UV ライトで硬化させたのがこちら。これをくり抜いて目の形に合わせて切って削ってぴったりと当てはめます。ぴったりと合わせるのはまあなかなかに手間なんですがもうここまで来たらゴールは目前です。頑張りましょう。はめ込んだ副眼の上からさらにもう一回レジンを盛ります。このレジンが硬化したら頭部の加工は完了です。最後に顎と副眼を接着して頭部をかぶせて完成です。では改造内容のまとめといきましょう。ベルトはこの通りネオジウム磁石に ID コアのシールを貼ってベルトの中をくり抜きました。 ID コアを当て込んで平たいところで押し込みます。いい感じ。
取り外すときは真ん中の支柱の穴が貫通しているので細い棒で後ろ側から押し出してやれば外せます。さらにちょっとベルトに手を加えれば自作で小型バックルを作ったら接続できそうです。スペースの都合上横向きですが、ベルトの背面を削って磁石を貼り表面から挟み込めばこの通りしっかりとくっつくので、磁石を埋め込む位置をしっかり取れればエントリー用のデザイアドライバー一つでいろいろ遊べそうです。続いて面。面は顎と副眼部を接着し、顎と面を磁石で接続しています。今回は顎のピンを切っちゃったので接着しましたが、顎ピンを切らずに副眼側を削って収まるようにすれば副眼も含めて完全乾燥になります。ホッパーさんも次回以降はそうするつもりです。目の部分はクリアレジン2層で作っているため、中の副眼の色がダイレクトに出ます。副眼を必要な数作っておけば必要に応じて交換できて、シール地獄ともおさらばできるというわけです。頭部と顎の収まりはどうなんという疑問に関しては、9大点とお答えしておきましょう。がっちり前ピンで頭部と固定されていた元の状態に比べると、後ろ側で磁石だけでくっついているので多少は弱くなっています。ただ使用している磁石自体が強いのと、副眼部がちゃんと抵抗になっているので、ひっくり返したら頭部が落ちるなんてことはありません。磁石だけで固定してるんで、どうしても顎と頭部の間で隙間が空いてしまう場合は、頭部の下側にパーマネントマットバーニッシュとか塗ると抵抗になってぴったりになります。ホッパーさんは相変わらず100円ショップの水性ニスで代用してますが、ということで総動仮面ライダーギーツの感想改造でした。今回は本当にたくさんの仮面ライダーが出てくるので、感想ギミックを入れることで玩具的制約を受けることなくテレビ本編と同じように遊んで楽しめるといいですね。本日の動画はここまでです。おまけでホッパーさんが失敗した箇所のまとめを紹介するので、気になる方は最後までよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それでは。はい、ではおまけの失敗集です。まず ID コアですが、磁石に色をつけようと思ってサフを吹いて塗装しましたが、結論から言うと無理でした。錆防止で磁石についている亜鉛メッキのせいなのか、模型用塗料の塗膜の硬さでは足りないのか、サフ、塗料、シール、トップコートの順で処理しましたが、ベルトにはめ込んだら脇の塗膜が割れたので諦めました。よってこの方法の場合は磁石とシールの接着に全力を尽くすのがいいと思います。次は面の失敗談ですね。結構ありますよ。動画中で再三言ってますが、顎の前ピンを切っちゃったことですね。これを切っていなければ頭部、副眼、顎パーツの3つを接着剤なしの完全乾燥にできたのになぁと、テレビ本編を見ていると本当結構頻繁に顎と副眼が入れ替わっているので保険をかけておきたかったですね。次回以降は宣言した通り、副眼部を削って顎パーツは追加で磁石を足すだけにしたいと思います。最後は目の副眼ですね。レジンの複製は何度もやってるんですが、柄を入れたレジン板の作成は今回が初めてだったため難儀しました。こんな感じで最初はキッチンペーパーの上に切ったポリ手袋を置いて作ってました。硬化させたらこんなになりました。下が平らでないと UV レジンの硬化時にポリ手袋が負けて歪むっぽいです。もうデカデカとこれはシワが入っちゃったので使えません。なので100円ショップで UV レジン用のシリコンマットを買ってきてやり直ししてます。これでなんとか事なきを得たんですが、下がシリコンマットでも硬化するときにはやっぱり歪むっぽく、ライトの下に置いて、はい、スイッチオンポチーで硬化させると、
先の例ほど顕著ではありませんが、やっぱり歪みます。なので UV ライトで硬化させるときは、ライトの光が届くところからちょっとずつ近づけて、ちょっとずつ硬化させるのが良いかと思います。そして二層盛りでも失敗してます。ここでもかって話なんですがね、出来上がった複眼レジンを目にはめ込んで、さらに上からレジンを持っていく過程なんですが、この時の複眼レジンの向きにご注意なんですね。着色してないクリアの場合、デコボコの面を上にして盛ると、なんかこのデコボコにレジンが綺麗に埋まっちゃうのか、柄が消えるんです。せっかく作った複眼模様が完全に消えちゃうんですよ。やらかしましたねこれは。仕方ないので、これに関してはもうドリルで削り落として、今度はデコボコの面を面の内側になるようにして二層盛りにしました。まあこれでなんとかなったんですけど、色をつければデコボコ複眼に重ねても柄は消えないのかと、まあここら辺は気になるので、近々調べてみたいと思います。それではね、良き騒動ライフを。